国会での表面的な議論をくぐり抜け、多数派与党が推す F-35B ステルス戦闘機の導入及び出雲、片護衛艦の空母化が事実上決定しました。中国への抑止力としての役割が求められる出雲ですが、具体的な使い方について詳しく見ていきますね。中国経済は急激に冷え切っています。北京に人がいない。今後10年の日本の防衛戦略の大方針となる防衛大綱に盛り込まれる文言に関して様々な議論が交わされたようです。結果的に記入されることになったのは下記のような内容でした。1、艦上での運用できる F-35B ステルス戦闘機を自衛隊に配備する。2、海自の出雲、片護衛艦を回収し多用途運用護衛艦という名称で F-35B 戦闘機の運用を可能にする。3、艦載飛行隊は創設しない。出雲には常時戦闘機を搭載することはない。以上、なんだか奥歯に物が挟まったようなどっちつかずの文章のようですね。現地を取られないようにとの用心なのかもしれませんが、すっきりしない文章に違いありませんね。大体戦闘機を乗せる艦艇なら空母でしょと思いますが、飛行隊は作らないんですよね。じゃあ出雲って一体何者なんでしょう。出雲は前からヘリ空母と呼ばれていた。改修後の出雲を洋上に巡航させれば、いわば移動補給基地的空母になる。問題があるとしたら、アメリカ海軍空母のように地球の裏までも航行できる攻撃型空母ではないということ。こういったことを考え合わせると、出雲を多用途運用護衛艦と呼ぶのは見事な表現だと思う。多用途という言葉には柔軟性というか弾力性があると思う。そして飛行隊を作らないというのも現実に即している。なぜなら今まで海自艦に搭載するヘリ部隊は艦所属ではなく基地からの派遣飛行隊という位置づけだった。要するに助っ人という立場のようなものだった。上記は一人の航空自衛隊員による解説です。つまり空母という言葉への国民感情を侵略して呼び名を変えたものの、甲板を回収した出雲がある種の空母になることに間違いはありません。言葉遊びという気がします。ただし常に戦闘機を搭載して世界中の海に展開しているアメリカ海軍の攻撃型空母とは全然違いますから、使い方も異なるでしょう。ところで今更な疑問ですが、自衛隊はなぜ空母を持とうとするのでしょう。それは言うまでもなく中国の激しい海洋進出の動きに対応するためという回答が返ってくるでしょうね。すでに初の空母遼寧を就役させた中国、もっともこの艦は国産ではなく旧ソ連生まれウクライナ育ちですから、回収にも手間と時間予算を注ぎ込んだことでしょう。カジノとして利用するという名目でマカオの企業がウクライナから購入。現在ロシアとウクライナが戦っている国会を通り長旅をして中国まではるばるやってきた艦艇です。それを空母に回収し中国東北部の州の名前を付けたのが空母遼寧なのです。遼寧に続いて国産初の空母である山東は2020年就役予定です。中国は空母に州の名前を付けるようですね。先生と貸し船という名の空母も登場するのでしょうか。この山東をはじめ4隻の新型空母を順次投入するとみられています。また中国本土から飛来する軍用機が日本領空をかすめるというケースも多発するようになりました。特に注目しなければならないのは、大型滑走路もなく通常の主力戦闘機が運用できない東シナ海の八重山列島や宮古列島の周辺海域でしょう。ここを守るために日本が空母を持つことが大きな意味を持つとされています。となると空母出雲は具体的にはどう使われるのかが気になります。これは最終的には F-35B 戦闘機をどう使うかという質問とほぼ同じ意味を持つのです。空自で導入が始まっている F-35B は短距離離陸や垂直着陸が可能です。
つまり、短い滑走距離しか得られない艦の上や、大型滑走路のない離島などでの作戦行動にぴったりということです。F-35 の強力なセンサー群による情報収集能力に注目したい。リズモと組み合わせたら、公海上から離れ監視、ステルス性を活用して、敵の偵察が行える。災害時に交通が寸断されたとしても、出雲が前進基地となり、F-35B を被災者捜索に使用できる。F-35B は、空母で目的地近くまで行けるので、臨機応変に対応可能。F-35 同士なら、データやり取りの量が桁違いに大きいため、領海内に侵入した敵の規模や位置、動静を B 型が常時監視、データを、毎級の A 型と共有すれば、作戦全体の質が飛躍的に高まり、有利になる可能性がある以上、航空評論家の意見でした。また、空母だけでなく離島など滑走路の短い場所でも、F-35B が使えるというメリットがあります。例えば、F-35B を、南西諸島などで離島派遣飛行隊として運用する可能性が考えられるのです。現に、アメリカ海兵隊航空団は、そういう形で運用しています。伊豆、モノ艦内に統合作戦司令部を設置して、機関用司令部作戦室に、陸海空の3自衛隊の指揮官が配置されると予測されますが、問題となるのは、通信関係を統合する必要があるというだけと見られています。つまり、案外簡単に運用できると推測されているようです。通常型戦闘機の場合、離陸・着陸時には、たった1機のために、大型滑走路を完全に開けなければなりません。長い滑走距離が必要ですからね。しかし、F-35B なら、1、200から2、000M くらいの滑走路があったら、十数機が同時に離発着できるのです。仮に通常型戦闘機しかない場合、敵は滑走路の一箇所にだけ穴を開けてしまえば使用不能にできますよね。でも、F-35B 相手だと数百発単位のミサイルで、滑走路と誘導路を、それこそ、蜂の巣のように徹底的に破壊しなければならないのです。F-35B は、狭い場所でも離着陸できる機体ですから。つまり、この F-35B は、敵にとっては、非常に厄介な存在というわけです。味方にとっては、非常に心強い兵器ですけど。余談ですが、F-35B の対地攻撃能力についての評価を調べてみました。F-35B 戦闘機にはリフトファンがあるので、ステルスモードで運用する場合は、1000ポンド級爆弾までしか機内に搭載できないことになる。これはデメリットのように思えるが、最近の航空戦では、非戦闘員である民間人や味方の軍に被害が及ばないようにすることに重点が置かれるようになったため、1000ポンド級爆弾より精密誘導爆弾が多用される傾向がある。ということは、F-35B でも十分に活用できるというわけだ。もしも2000ポンド級爆弾が必要になった時は、ステルス性を切り捨てれば、機体の外に搭載することもできる。F-35B の汎用性の広さがわかる。最後に、現在の自衛隊の置かれた状況についての指摘を紹介します。自分たちの島が奪われた時は、我々に任せるだけでなく、自衛隊も一緒に戦うべきだというのがアメリカ側の言い分。それを受けて、海上自衛隊は、ドック付きの輸送艦や出雲を作り、陸上自衛隊は、いわゆる日本版海兵隊水陸機動団を作った。そして、航空自衛隊は、F-35B 戦闘機を導入することになったというわけだ。アメリカが、日本から、思いやりという冠付きの金を絞り取るだけでなく、実際に戦わせようとするのは湾岸戦争を振り返るまでもなく、今に始まったことではありませんが、改めて突きつけられたということでしょうか。ところで、日本国憲法はアメリカが草案を作ったものですよね。与党が自分たちのいいように改正、改悪したくて暗躍していますが、アメリカはどう考えているのでしょう。戦争放棄、軍備放棄を謳っている憲法との整合性をどう見るのか、原案を作ったアメリカに尋ねたいと思うのは筆者だけでしょうか。アメリカべったりな与党の中から、こうした意見が出てこないのは不思議ですね。